こんにちは熊本市教育センターの工藤です社会科地理的分野第2回目は日本の地理日本の農業を学習していきます農業の方法や栽培方法がたくさんありすぎてわからないそういった声が受験生の皆から聞こえてきます今日はそのレベルアップということで次のようなテーマを持って学習していきましょう それは農業のキーワーワドを分類すするとということですどの県でどんな農産物が栽培されているのかあるいはなぜそこでその農産物を作っているんだろうかといったのを勉強する時にまず押さえておきたいのが農業方法です今日は日本の農業方法にスポットを当てて学習をしていきたいと思います。 今日出てくるキーワードは、この六つです。園芸農業、施設園芸農業、輸送園芸農業、促成栽培、抑制栽培、そして均衡農業、この六つです。皆さんは、この六つをグループ分けすることできますかこの学習は、 一年生二年生の地理の中で同じ時期に学習してきたキーワードではないのでグループ分けがなかなかできていない人が多く見受けられますひょっとしてこんな分類をしている人はいませんか園芸農業の中に施設園芸農業と輸送園芸農業があり施設園芸農業と促成栽培が同じ意味そして 促成栽培の対義語として抑制栽培があり均衡農業はまた別のキーワードかなりこのようなグルーピングをしている人は多く見受けられますそれはなぜかと言いますと漢字の「園芸農業」という言葉がここで同じ3つで使われていたりあるいは「栽培」と「栽培」ということでここが同じグループだという捉え方です。でですが実ははこのグループ分けでは 違いいまますす実際にははこののようなグループで日本の農業は分かれています園芸農業の中に均衡農業と輸送園芸農業がありそして促成栽培と抑制栽培はまあ同じ栽培方法で対応となっているんですがこの促成栽培と施設園芸農業は同じ意味ではあるんだけども違うところもあるとここを今日は是非押さえておいてください。 では今日はこの図をもとに学習を進めていきますえそもそも園芸農業とは一体何か皆さん覚えてますかえこの園芸農業は野菜や果物や柿いわゆる花などをね栽培する農業だと覚えてる人がいるかもしれませんがもともとの意味はこれは消費者がたくさんいる大都市向けの出荷を目的した農業を園芸農業と言います ただしこれは米や麦などの穀物は入っていませんのでそれはしっかり覚えておいてくださいその園芸農業の中にこの二つの農業があるということになりますそうすると注目してほしいのはこの均衡輸送という言葉ですもう違いに気づいた人もいるかもしれませんそうこの違いは 大都市に近いところで行われる園芸農業を近郊農業そして大都市から遠く離れたところで輸送によって大都市へ運ぶ農業のことを輸送園芸農業と言いますですのでもう少し掘り下げてみますと大都市に近い近郊農業では土地の価格いわゆる地価が高いのでそこまで広い畑を所有することはできませんですのでこちらに比べるならば出荷量はやや少なめになります 逆に大都市から遠い地方ではやや都市部に比べて地価が安いですので広い畑、高地面積を有することができますですので大量にトラックやフェリーなどを使って消費者がたくさんいる大都市に向けて農業が行われるというような違いがありますのでこちらをしっかりと押さえておいてください。ではは次にに促促栽栽栽培培培と抑制栽培について説明します促成栽培は 出荷を早めたりあるいは栽培する時期を早めたりする栽培方法で主に温暖な地域で行われています逆に抑制栽培は出荷や作る時期を遅らせるために冷涼な地域でよく行われている栽培方法ですまた施設園芸農業につきましては施設ビニールハウスや 温室ボイラーなどのことを施設と言いますがそちらを使って行う農業のことを言うのですがよく即生栽培を行うために施設園芸農業を行うということはいいんですがこれは決して出荷を早めるためだけにビニールハウスを使うわけではありません施設を使う理由には出荷量を安定する 品質の高い作物を作るなど出荷時期を早める以外の目的もありますので注意してくださいまたこの図からさらに学習を深めていきますと農業についてさまざまな面が見受けられます例えば農業に関しては今現在貿易の自由化が進んでおり日本の 第一次産業の割合のが低下したりあるいは食料自給率が低下するなどグラフを使って問題を解くといったケースも多く見られます。またその中でも日本の農業は非常に豊か安心安心全で美味しいし作物がたくさんありますその中で農産物が上位3県のいくつか代表的な作物がありますのでそちらについては 教科書や資料集、地図帳等で確認をしておいてください近郊農業につきましては主に関東地方や近畿地方、そして中部地方で行われていますどんな農作物がどのようにして運ばれているのか押さえておきましょうまたその利点として輸送費がかからない新鮮なまま出荷ができるというキーワードもあります 輸送園芸農業では、いわゆる都市から離れた地方で行われていますが、ここでは地理的分野の最後の方に日本の交通網と絡んだ問題がよく出ます。工業の時に勉強した内陸にある工業団地、一体どんな場所に作られていたか覚えてますかそうですね、高速道路のインターチェンジの近くや空港の近くに立地されてました。 日本の陸運や海運も含めてこの輸送園芸農業の流れも必ずつかんでおきましょう。側生栽培と抑制栽培については側生栽培で代表的な作物はきゅうりピーマンナスなどのいわゆる夏野菜があります。逆に抑制栽培で代表的な農作物はキャベツやレタス白菜などがあります。どのような県が 上位ランキングしているかも抑えておくといいでしょうまたこちらはまだ学習してない公民的分野の経済で需要と供給というところでもこの野菜の勉強は出てきます野菜が取れすぎた際にキャベツを廃棄するといった写真をもとになぜ取れすぎたキャベツを廃棄するのかといった問題でこの日本の農業の背景そして 市場価格の仕組みあたりでもよく出る問題です最後に施設園芸農業はこの路地栽培と対義語になりますのでこの路地栽培の利点等も押さえておくといいでしょうこのようにこの図から学習を組んでいくと日本の農業のいろんな課題が見えてきますまた最近では例外 減政策地場産業地産地消などこのようなキーワードもよく見受けられますので言葉の意味や実際に日本の農家さんが抱えている課題についてもしっかりと頭の中でまとめておいてください。それでは実際に日本地図を使って学習を深めていきたいと思います。 では最初に。促成栽培と抑制栽培。一体どんな場所で盛んに行われているか、覚えてますか。促成栽培。先ほど言った夏野菜である。ナスやキュウリやピーマンで代表的な場所は二つ。一つは。宮崎平野。もう一つが。高知平野になります。 ここでのグラフ等もししっかりと見直ししておいてくださいまた、抑制栽培につきましてはここ、中央高地でレタスやキャベツが盛んに栽培されていますのでこちらもチェックしておくといいでしょう。また、先ほど出てきました例外というキーワード皆さん覚えてますか 例外の。場所はこちらです。原因となる風は。そう。山瀬になります。山瀬という風は二つポイントがあります。一つは。太平洋側から吹く風ということ。そして。これは。夏吹く冷たい風であるということがポイントになります。 そしてこの東北地方で押さえておきたいキーワードがもう一つそれは地場産業が盛んだとというところですそれぞれの独特な手作りハンドメイドの手工業いわゆる伝統的産業伝統産業が盛んなんですがなぜ東北地方では地場産業が盛んなのかというような記述問題も見たことがあるかと思います。こちらについて よく回答例出てくるのが冬寒いから農作物ができずにという回答が見受けますがここでポイントになるのは寒さでではなく積雪の問題です冬積雪量が多く家の外に出られないので地場産業が盛んになり伝統的工業そして伝統工業がこの東北町でたくさん生まれているというのが正しい答え方になります。また 今同じ漢字を文字も地産地消というキーワードもありますこちらの方では地産地消に関して環境問題と絡めた問題でも出てきます地元のものを地元で消費することのより輸送に使われるトラックやフェリーなどそこで排出される二酸化炭素を極力抑えることができるそういった意味でエコというキーワードの中で地産地消が使われることがありますので どうか抑えておきましょうまた生産権に関しましてはお米、お茶肉牛乳牛みかん、まあ、これらを代表する農産物の上位3県あたりはきちんと押さえておきたいところです。日本の農業は 安心で安全な農作物を日本国民に届けるため、いろんな課題を持ちながらも頑張っていらっしゃいます。その中で、どのような工夫があり、どのような苦労があるのか、この学習を通してしっかりと理解し、そして正しい食生活を身につけていければと思います。これで第二回目を終わります。第三回目は、世界と日本の自然についてです。